ゆりこたいがです。皆さんこんにちは。ベンチョなしすみゆかなあれ。今日はねなんと皆さんありがとうって言いたいのは両方チャンネル、イタリアのチャンネルと日本のチャンネル両方は10万人になりました。ウェーイ。でこちらもちゃんと届きましたよ。じゃじゃーん。見て、めちゃめちゃいいんじゃない。あれめちゃめちゃめちゃこれとこれ、日本のチャンネルとイタリアのチャンネル両方です。わー、だから全部だと20万人、いやもっとか。うわー、いっぱいありがとうございます。でプラス最近 YouTube クリエイターズイタリアの方なんですけど、でもらったのはねこちら、 Thank you YouTube ゆりこって書いてるものは公式のパーカーです。 YouTube のこれもちょっとね、これちゃんと見せたかったから、これイエーイ、着てみたいと思います。お、完璧、イエーイ。ゆりこ、ゆりこタイガー、ズン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 、ゆりこタイガー、ズン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 。イタリアの YouTube と日本の YouTube もねかなり違う。まあイタリアの YouTube はね初めて日本に来たのは9年前なので、9年前ぐらいのチャンネルだと思うんですよね。初めて動画したのはちょうど9年前らしいんですよ。2012年の12月で、ちょうど1月から日本に行った。やべ、めちゃめちゃ恥ずかしい。もう一回読めるの、めちゃめちゃ恥ずかしい。イタリアの一番人気と日本のチャンネルの一番ベスト3の動画はね全然違います。日本のベスト3 日本のゆりこたいがカタカナね。あの面白いのはね、これもそうなんですけど、見えるかな、あのね違いだけなのはね、これはカタカナ、これはローマ字、もう全く一緒のものなんですよ。なんか別に「ユリコ in Japan」とか「イタリア人 in Japan」とかはなくて、もうただユリコタイガなんですよ。分かりづらいって申し訳ないなんですけど、日本のベスト3は3つ目、アニメトーク、外国で人気のアニメは何ってベスト3だったんですよね。で、あーやっぱり違うなーって。おっ、あー青い髪、懐かしい。6番目はめっちゃ懐かしい子だ、さすがにエヴァンゲリオン、ザ・僕らで知らせる。これはもう誰でも知ってる。やっぱりなんか今を見るとまあ顔がね3年前と全く変わらない、年が取ってないって感じはするんですけど、髪は違うし太ってるし、メイク濃くないってちょっともう思った。久しぶりに話すなんか見ると、ありがとうございます。で日本のチャンネルの2番ベストトップ2はオタク旅、シチリアのコスプレイベント。これは600、700ぐらいですよね。わー、2年前の動画です。さあこれがあれの月の人と3日後、ダニアちゃんと言ってた、めっちゃ楽しかった。コロナがなかった頃にコロナやめてほしいな。体に良さがよくわかんないから、これもまだ青い髪だったからやっと越したんだけど、あのねこれ飛行機の中でマスクなしで今見るのは信じられないぐらい、もう過去、もう10年前の動画に見えるんですよね。わかるかな。さてとナンバーワン、日本のチャンネルゆりこたいがナンバーワンの動画は、みんなエッチ、初デートドアどこまで OK、 日本人とイタリア人の違い、結構コメディの動画なんですけど、なんと
1ミリオン以上、もうすぐ2ミリオンに行く動画ですよね。わーおっていうこと。でも私はね、あ、じゃあ日本人ずっと過ごしたい、あなたとずっといたいっていう意味。晩、昼午後晩、毎日3回ですよ。だ、大体みんなそう。すごい昼夜晩、昼夜晩、なんだよって昼夜晩ってよくルールがあったんですよね。わあ、めっちゃ面白い。ああ、この頃はね、めっちゃ日本なんか YouTube やるのは楽しかったよね。今は楽しいではないわけではないけど、なんかいろんなことがね、コロナとかもあったし、気をつけなくちゃいけないとかめっちゃ多かったから、ちょっとめんどくさいよな。イタリアのチャンネルはね、ほぼほぼ女性なんですよ。なんかイタリアのファンが若い女性の方は人気です。日本だよ、日本だと私の同い年かもちょっと上の男性やっぱりコスプレとかちょっとグラビアするともうすぐブワーってそっちに行くなんですけど、イタリアはこういうネタはねやっぱりその若い人に受けるんですよね、どっちかっていうと。で、あのイタリア人からの女性を見ると、日本なんか私もエンターテインメントだけで働きたいとかコスプレアだけで行きたいとかは、なんか日本でみんな憧れる国なので、ユリコタイガーみたいになりたい方が特に多かった時期もあったんです。ほんと多かった。だからそうですね、最後のイベント2019年のイベントの方にオフ会という握手会はね、500人以上が来たんですよ。朝から夜4日間ずっとやってた。それはね、日本はやっぱりちょっと無理んですよ。なんかまだ全然同じファンベースに生きてない。なんか全然。でもその写真集とかコスプレグッズなんかを作ると、逆にでもなんか日本人の方が買ってくれる。とにかく日本のユリコタイガとイタリアのユリコタイガは別なものとして考えた方がいいと思います。なんかいろんな方はね、でも日本人のユリコタイガね、日本にいるユリコタイガ本当にユリコタイガじゃないとか、イタリアにいるのユリコタイガめっちゃ強いとかはね結構言われてたんですけど、もうファンベースは違うからこそ、この順番にはね全然違う10万人だと思ってます。で、意外と絡んでないんですよね。本当イタリアの YouTuber は 90% はイタリア人、日本のは 90% は日本人、この 10% だけは日本とイタリアの方になってる。で、よくわからないけど、なんかアメリカとかメキシコ、なんか字幕がなくてもなんか結構外界、最近アメリカのファンも多くなってきてるんですよね。はい、ということで久しぶりにいろんな動画を見てめちゃめちゃ楽しかったです。いつも応援してくれて本当にありがとうございます。めちゃめちゃ感謝です。本当の感謝です。ありがとうございます。いつか YouTube でね仕事できると思ってなかったので嬉しい。なんかこれからもっと頑張りたいなと思ってます。2つのチャンネルね、面倒を見るのはめちゃめちゃ疲れてるんですよ。めちゃめちゃ疲れてる。正直めちゃめちゃ疲れてて、なかなか毎週最近事務所も移籍したのでちょっといろいろ思わせたなんですけど、なかなかね毎週難しいなんだけど、いつかどっちにするかずっと続けたいなって思ってます。だから動画を見てコメントもしていいねもしてシェアもしていただければ、ずっとこの活動もできるようになるので、ぜひ皆さん応援してみてください。ありがとうございます。いっぱいキス投げるよありがとうございます。これからも頑張ります。チャオ、グラスミラプリスポート、バイバイ、チャオチャオ。